さあ始まります。本日もジャスミンのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども3月14日午前9時51分 YouTube 録画しております。今日まずですね、株式などのしっかり情報をチェックして、それからビットコイン、イーサリアム、アルトコイン、主力のところも見ましょう。その後ジャスミーという形で進めていきたいと思いますので、最後までお付き合いいただければと思います。現在ですね、株式市場が先ほどから始まって約1時間ぐらいね、そろそろ経とうかなというところなんですけども、今日日経平均ですね、なんと441円高ということで、この状況はあまり想定できなかったですね。ロシアとウクライナの停戦交渉の進捗に期待されているということで、寄り付きに高く始まっているということなんで、どこまでね、この高い状況をキープできるかっていうのが一つ焦点ではないかなと思っています。それから先物ですね、ダウ先物確認していきましょう。こちらも168ドル高ということで、想定外に高いなというところです。その後ですね、ちょっとオイルとかも見ていきたいと思うんですけども、オイルもちょっと下がってますかね、106まで下がってきた。それから金もですね、ちょっとこちら、小安くなっているなというところ。ビックス数の方は30.75 ぐらいでちょっと高止まり。ここは警戒感しっかり持った方がいいですね。継続して持った方がいいと思います。それではビットコインなど仮想通貨どんな状況なのかしっかりチェックしていきましょう。ビットコインとかちょっとね、少し安くなっているようなものが目立ちます。ちょっと状況を細かく見ていきたいと思うんですけど、まずビットコインですね、443万円ということで、こちらの方が 0.06% ぐらい下がったということで、ちょっと安くなったなという印象ありますね。それからイーサの方も少し安くなっておりまして、29万5千円ということで、それぞれ私の中で節目だった450万、それからイーサは30万円というのをちょっと下回って今動いてしまっているというような状況で、ちょっと今日仮想通貨、株式に比べると弱いなというのが確認できているかと思います。それから最近動きがそれなりに良かったリップルなんですけども、こちらも88円ですね。ちょっと弱くなってきてしまったなというのが今日の仮想通貨の全体像ですね。では、ジャスミンはどんな感じなのか、皆様と一緒にしっかり見ていきましょう。はい、こちらがジャスミンの本日の価格になっております。1.47 円ということで、今日 6.78、今 7% 下がったという状況に変わりました。ランキングもですね、471位ということで、また500位の方にね、ちょっと向かってきているという、ちょっと弱い展開が続いているということですね。それでは日足、週足、月足という形で順々に見ていきたいと思います。まず日足チャートなんですけども、ちょっとダウントレンドの典型的な動きになってしまって、なかなか上値が重いなという印象は、皆さん持っていると思いますけども、一旦ちょっとね、上がった場面もありましたけども、またそこから下がってきてしまっているという形で、なかなかこう上値が重い展開が続いてしまっているなというのが、第一印象ですよね。では1週間どんな感じなのか、1週間ちょっと2円ぐらいまで上がった局面ありましたが、そこからまたね、その上がり始めたところまで戻ってきているという、ちょっと本当に最悪な状況になってしまったなという形なんですけど、1円ぐらいで買いたい方はいるとはいえですね、1.46 円ではなかなか買ってくれないんだなっていうのが今の印象かと思われます。それでは月足ですね、こちらどんな感じなのか、こちら 4.1 円までねありましたが、今ずるずるずると下がってきてしまって、一旦2円ぐらいまで上がって、またその上がり始めたところに向かってしまっている、1円の方に向かうというね、話は前々からしてるんですけども、ちょっと状況的にそんな感じだと思います。ビットコインとかがね、ちょっと安くはなっているんですけども、なんとか頑張っているなというところ、ギリギリ頑張っているなというところなんで、ここがもう我慢の限界ということで、400万円ぐらいですね、402万円ぐらいまで下がってきてしまったシナリオの時は、おそらく1円付近にこのジャスミンは落ちてるんじゃないかなと思いますので、ビットコインがなんとかね、500万円の方にまた反転してくれるといいんですけども、ちょっと厳しそうな状況ですね。ですので、一旦ビットコインも400万円に近づいて、ジャスミンは1円に近づくようなシナリオになるんじゃないかなっていう確率が高いと、ちょっと考えてます。で、15日 FOMC とね、そういう形で重要イベントがこれから軒並み増えてくるわけなんですけども、そこでまた一喜一憂するような相場。今回ちょっと株式の方がね、しっかり400円ぐらい日経平均まず上がってスタートしてますので、ここがまた午後になって安くなったりすると、ちょっとビットコインとか、それからアルトコインの下げに拍車がかかってしまうと思うので、とりあえず今日は株式がなんとかね、頑張ってくれてるっていうのは結構大きかったんじゃないかなと思っています。それではちょっと日足もう一回戻って今後の戦略構築をしていきたいんですけども、ちょっとローソク足で確認しましょうか。こちらで変えていきます。こちら今ローソクの日足なんですけども、このような形でね、なかなか
ここで切り替わったかと思ったんですけどね、なかなかそこから、また安くなってしまったと、1回ね、ちょっと上がり始めたところが直近3日前ぐらいにあったんですけども、ちょっともったいないね、この上昇になってしまったの。まあ、ここで利確できてる方はね、少しまた1.4とかで買えてるかもしれませんし、1円ぐらいで買う資金ができて待ち構えてるかもしれませんけども、なかなかこの1.46っていうのは思った以上に買いが入ってこないなっていうのが今の状況です。出来高がもう細ってきてますので、売り物もそんなにないのかなっていうふうにも思いますけども、それ以上に買い手が少ないなっていうのが今の現状じゃないかなと思います。買ってる方がですので、以前から持ってた方がさらに買い増ししている、新規の方が入ってきてないような印象はありますね。ちょっとそこが今後の課題なのかなと思っております。はい、ということでジャスミンですね、ですのでビットコイン次第かなと思ってます。ビットコインが500万円の方に向かえば、まあ、2円の方になんとか向かって反転してくる可能性あり、それからビットコインが400万円を割り込むような展開で、まあ、402万円ぐらいは一旦ターゲットかと思ってはいるんですが、まあ、その辺にこうなってしまった時は1円の方に近づいているんじゃないかなっていうのが今ジャスミーの正直な気持ちですね。本当に恐縮なメッセージでね、日々申し訳ないなという感じはするんですけども、まあ、なかなかこう上がってますとかね、そういう動画にしたいんですけど、なかなか本当上がってくれないなというのがジャスミーですし、まあ、さらに1円までね、ちょっと割り込むということも、まあ、ないわけじゃないなって考えてます。まあ、それはなぜかというと、やっぱり治安が悪いですし、それからこれから金融政策ですね、このお金が余っていた状況がちょっと縮小してくるという流れです、アメリカの方がね。そうすると世界もそういうような状況に拍車がかかって、じゃあ自分、我が国もみたいな感じで、ちょっとそういう形のムーブメントというかね、そういう形になってきやすいと思うんで、まあ、皆様のこの余っていたお金というものがだんだんこう縮小されて、まあ、投資に向かうお金が減ってくるという意味で、まあ、下がってくるんじゃないかなっていう感じですよね、分かりやすく言えば。まあ、ですね、ちょっと投資商品、まあ、仮想通貨などもそういう波紋はね、絶対こう受けるので、受けやすいと思います、むしろね。ですので1円の方にジャスミンにはそういう背景があるので下がってくるんじゃないかなというのが、まあ、確率的には高いんじゃないかなと思いますね。まあ、ウクライナ、ロシアがまだうまい形でね、停戦するような形で進めばですね、一旦大きなリバウンドがあるかもしれません。そこはちょっと期待できにくい状況ですからね、今ね、どちらかというと下がる方の確率が高いかなと読んでおりますので、1円付近に近づいていくっていうのが直近の動きではないかなと、改めて思いました。はい、今回もね、ちょっとジャスミンの動画、ちょっと朝一番10時ぐらいに撮ってみたんですけども、なかなか厳しいですね。まあ、それが現状だったと思いますし、また明日もちょっとどんな動きになるのか分かりませんけど、まあ、今日ニューヨークダウがなんとか安定してくれればいいですけどね、そこがまた波乱が起きて500ドルぐらい下げていったりすると、仮想通貨また明日も下げるみたいなことになりかねないので、ちょっとニューヨークダウやナスダックにはしっかり上がってもらって、まあ、少しでもいいですね、上がってもらって、なんとか2円に行ける、またこの道筋を立ってほしくないなというばかりです。はい、ということで今回もジャスミンのチャート分析で最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今日の動画はいかがだったでしょうか。またね、YouTube、こちらジャスミンは大きく動くことが想定されますので、日々ね、フォローしていきますので、チャンネル登録まだの方はぜひこの機会にしていただいて、見逃さないように、そしてこれからも一緒にね、諦めずに頑張っていきましょう。ということで今回もジャスミンチャート分析最後までご視聴いただきましてありがとうございました。